ウィズスタステージスタート。皆さんこんにちは、トイズトイズのミムコです。今回紹介する商品はウィズスタトップオブアーティストよりウィズスタブレスです。こちらのウィズスタブレスはミュー、リオン、ショータが使うアイテムです。付属のウィズスタエンブレムをセットすることでウィズスタステージがスタート。ダンス BGM が流れます。今回はこちらを紹介していきます。箱の正面にはウィズスタブレスと2種類のエンブレムが写っています。ミュー、リオン、翔太もいますね。ウィズスタステージスタート。ウィズスタになりきっちゃおう。箱の横にもウィズスタの3人やライトアップモードについて載っています。裏側はこんな感じです。それではセット内容を見ていきましょう。まずはウィズスタブレス本体、こちらがウィズスタエンブレムとスターエンブレムです。ウィズスタブレスを充電する USB ケーブルも付属します。充電式のおもちゃってすごいですよね。魔女カルミナとか他の作品とかでもそうでしたけど、今までのおもちゃって乾電池で動いてたじゃないですか。おもちゃも充電する時代になったんですね。これからもこういうおもちゃが増えていくんですかね。そしてこちらがウィズスタラバーバンドプレゼントキャンペーンで入手できるウィズスタラバーバンドです。ウィズスタブレスを購入すると先着でプレゼントされるものです。ウィズスタ、ミュー、リオン、ショータと書いてありますね。このように腕につけることができます。番組に出てくるラバーバンドとのことなので、今後どのように出てくるのか気になりますね。キャンペーンの期間はウィズスタブレス発売の4月28日木曜日からです。なくなり次第終了なのでお見逃しなく。早速本体を見ていきましょう。正面のエンブレムセット位置にエンブレムをセットできます。ここの黒い部分が手かざしセンサーになっています。ここのオープンボタンを押すとリング部分が開きます。ブレスの内側にはゴムバンドがあって、ここに手を通して使います。これっていわゆるバングルライト型のアイテムですよね。電源はここ A モードと B モードに切り替えることができます。基本的な遊びは A、 ウィズスタなりきりモードです。電源を入れます。手をかざすと5つの遊びから選ぶことができます。ウィズスタミューで遊んでみたいと思います。ウィズスタミュー、ウィズスタステージで遊ぶときはエンブレムをセットしよう。ダンスバトルをスタートするときは手をかざしてね。エンブレムをセットします。ウィズスタエンブレムセット。ウィズスタステージスタート。続いてリオン、ショータのモードでも遊んでいきましょう。
バトルだったな。ちなみに BGM 中に振るとこんな風に音が鳴ります。そしてスターエンブレムをセットするとスターエンブレムセットリズスタステージスタートこのように振った時の音が変わります。はい、というわけで今回はリズスタブレスの基本的な遊びについて紹介をしました。 B リズスタライブスタジオモードは別売りのリズスタライブスタジオと通信して遊ぶモードです。リズスタライブスタジオが発売されるのも楽しみですね。次回の動画ではリズスタライトとの連動も合わせて紹介していきたいと思います。この動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。